角川アスキーメディアワークスアスキーアスキーは、株式会社、角川アスキー総合研究所の事業ブランド、または、かつて存在したコンピュータ関連の雑誌、書籍の制作を手掛ける日本の企業。1977年、当時雑誌、I.O. の編集者であった、西和彦、郡司明夫、塚本慶一郎らが独立し、月刊アスキーなどの雑誌を発行するための会社。 アスキー出版として設立された。1980年代には、アスキーは、マイクロソフト極東総代理店の地位にあった。その後現在は、角川グループに吸収されている。関連会社の東海ゴーズ図1986年に、日本ソフトバンクに対抗すべく、三井物産などが出資して、パソコンソフト等の卸売会社、ソフトウィングを設立したが、1994年に、 カテナに吸収合併された。1991年、半導体や衛星通信といった新規分野への出資を積極的に行う西に対して、軍事と塚本が出版を主軸とした新庁経営を主張。両者は決裂し軍事と塚本は退社した。翌年、塚本はインプレスを設立し、軍事はそれに出資した。経営の多角化に失敗し財務が悪化して、 1998年に CSK2001 年には投資会社ユニゾンキャピタルなどの経済的支援を受ける。再建後は創業当初の出版業のみに事業を縮小していた。2002年、当時の子会社だったアストロアーツが称号を変更し、アスキーとなる。その前の株式会社アスキーはメディアリーブスと社名変更され、 主にコンピュータ関連の出版事業を引き継いだ。角川書店グループの角川グループホールディングスの傘下にあって他のグループ会社と違い関連会社のエンターブレインも含めて独自の営業部が存在し注文受託も自ら行うのが特徴だった。メディアワークスとの合併後は独自の営業部は廃止され販売も角川グループパブリッシングに委託される形となった。 2008年4月1日付で、同じ角川グループ参加のメディアワークスに、吸収合併され、アスキーメディアワークスとなった。2010年10月1日に、メディアリーブスも子会社のエンターブレインに、吸収合併されたことで、旧法人も消滅した。会社情報2020年現在、1977年創刊の月刊アスキー氏及びそのアスキー出版の末裔と、 言える出版主体は、このレーベル、アスキードワンゴである。旧アスキーから出版権を引き継いだ、新装館や、ドワンゴ社内の技術者とレーベル編集者との近い、距離感とフットワークを活用した最新の技術書など、特色あるレーベルとなっている。発足以来、毎年数冊程度の新刊がある。2002年に、ゲーム開発、販売から撤退。 ゲーム周辺機器事業はサミーが継承した。エンターブレインも参照。ありがとうございます。